はい、こんにちは、シラスカです。今回はホームページの作成ソフトをご紹介したいと思います。ホームページといっても今回はですね、その中でもセールスレター、業界では LP と呼ばれていたりもしますけれども、その1枚もののホームページですね。何ページも複数のページじゃなくて1枚もののホームページです。あなたもご覧になったことがあるかもしれません。縦長のですね、商品の販売ページ。業界では LP と言ったりしますけれども、セールスレターという、呼ばれるものです。あれをですね、普通の人はですね、プロの、ホームページ作成業者さんに、外注ということで、注文するわけですね。で、頼む相手の方によりますけれども、大体現在だったら数万円で作っていただくことができます。ただそれをですね、自分で作りたいということがあれば、こういったホームページ作成ソフトがあるとですね、ほぼプロと同じ並み のホームページを、ブログ感覚で作ることができます。その本当にブログ感覚っていうのは、その HTML などの知識がなくてもですね、普通に文章を打ったり、ボタンを設置したり、イラストを貼り付けたり、写真を選んだりっていうような感覚で、1枚もののホームページ、セールスレターが作れるようになります。メリットはですね、もちろん安いっていうのもありますけど、ソフトを1本買って、それで、自分で作れば、何回でも、作れるので、安く作れるっていうのもありますけど、私が一番自分でやっぱり作れることのメリットの一番大きいのは何かって思った時に、やっぱりですね、自分で更新できるっていうのがすごく大きいんですね。つまり手直しとか修正改善が何回でもできるわけです。外注するとですね、その相手の方に何度も何度もお願いするってことも不可能じゃないんですけど、やっぱり時間差が生じますし、細かいところでちょこちょこっていう手直しがやっぱり自分でできないんですね。完全に作られたものを納品されるとですね。ところが自分でレターを作れるようになると、ちょっとお客様の声を追加しようとかですね、ちょっとここの表現を変えようとか、そういったことがすごく簡単にできるので、どんどんその制約率の高いレターにどんどん改善していくことができる。実はそこが一番大きいというふうに思います。実際ですね、制約率を上げるっていう意味では、やっぱりそういった細かいその文章表現とかキャッチコピーとか、そういったのの表現っていうのをこう変えていくことが制約率を大きく変えていきますので、実際もし自分でですね、商品サービスを売りたいってなった時に、自分でレターを作れるというのはすごく大きな武器になります。そして速いです、速度が。やっぱり自分が商品サービスを企画して、商品サービスを準備してから販売するまでの期間が自分でレターが作れることですごく早く済みますし、仮に早く作って、テストマーケティングっていうような形でテスト的に売ったとしても、もっとここレターをここを改善しようという形でどんどんいいレターに磨き上げていくことができる、それが自分で作ることの最大のメリットだというふうに思います。新規でゼロからですね、ホームページを作ってインターネット上にアップロードするっていうのは、なかなか最初のパソコンにそれほど強くない方だとハードルが高いので、こういうソフトを使ってですね、ブログ感覚でレターを作るっていうのは個人的にはとてもおすすめです。もしセールスレターの作成に関してですね、ご興味ご関心があれば、この動画の下にある URL をクリックして、ホームページ作成ソフトの紹介ページをご覧いただければというふうに思います。はい、今回は、ホームページ作成ソフト、セールスレタービルダーについて、ご紹介いたしました。今回の動画をご視聴くださりありがとうございます。あなたのコーチ、白坂慎太郎でした。